シミットシミットもしくはクルーリは一般にゴマで覆われている円形のパンでトルコやそのタオスマン帝国廃下にあった地域や中東で見られる。地域によって大きさや食感等の特徴は若干異なる。イズミルではイスタンブールのものとはほとんど変わらないがゲーブルックと呼ばれる。一方、アンカラのものは他の都市より小さめでよりパリパリしている。シミテスという語は アラビア語のサミドイコール、白いパン、細かい小麦粉、セモリナから来ている。イスタンブールにおけるシミットの歴史は長く、古文書2525 25年頃にはすでに作られていた記録がある。ユスキュガルの法廷の1593年の記録に、シミットの重さと価格が初めて標準化されたとあり、17世紀の旅行家、エブリアチェレビは1630年代に70の シミット屋があったと記している。ジーン・ブリンデシーが19世紀初めにイスタンブールの日常を描いた油絵は街頭のシミット売りを描いており、ワーウィック・ゴーブルも1906年にイスタンブールのシミット売りのイラストを描いている。シミットや類似するパンはオスマン帝国全体に広く行き渡った。街頭のシミット売りシミットは普通そのまま食べられたり、朝食に紅茶やジャム、 チーズもしくはアイランなどと共に供される。伝統的に紅茶がシミットと共に飲まれる。トルコではカートや頭に乗せたトレイでーで露天商がシミットを売っている。シミットはトルコの中、下流階級の人々を象徴する重要なシンボルで時にシシャモケバブ、ゴマのケバブとさえ呼ばれる。同じようなパンの一種にポーランドのオブバジャーネックやロシア及びウクライナのブーブリクがある。 一番の違いは、シミットは生地を焼く前に、水と糖蜜に漬けるのに対して、これらは、ベーグルと似て、生地を焼く前に湯に漬けることである。ありがとうございます。